ちょっと待って。マジか、俺からか。ちょっと待ってよ。マジ。はい、じゃあね、どうしようかね。進行論か。進行論苦手なんだよな。どうしましょう。どうしましょうね。おのおのが村の価値をね、考えて行動すればいいと思いますよ、僕は。はい。 うん、あと役職つかす声やめようね、やめましょうね、<laughs> 役職つかす声はやめましょう、あと、うん、そうだな、みんなが一斉にガンガン拘束していけばいいんじゃないかな、はい、そうっすね、そんなとこっすかね、はい。いや、なんか臭いなけどさ、ゲドさめっちゃ頑張るんで、期待しててください、どうぞ。けどさんなんかあれだな、怪しいな。 メラにませんえー、9番さん進行論、薬、まあ、をすかす行為はやめましょうと言ったところ色落ちは全然しません2週目頑張ってください9番さんって感じですかね、えー、私の進行論といたしましては、まあ、占い師何に出るかにもよるんですが、まあ、西週になった場合グレー詰めなのでスリーチは2本あげてほしいかなと思いますまあ竜度、例のいるので役職ケアの意味を込めて2本あげてほしいといったところですかねあと白黒 リー由の方をしっかり述べてほしい。なんとなく黒い、なんとなく白いといった、曖昧な言い方だと私、その人、怪しく見えます、えー。占い師出てきたら考察伸ばしたいと思います。2番さんに回します。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、占い師です。5番さんで白と出ました。5番さん白です。把握お願いします。今日一に関してなんですけど、うん、そうだな。これ 承認結局ですよね、うん、だから役に関しては全部パパパーっていうふうに出ちゃった方が強いのかなというふうに考えてるんですけど、うん、9番さんに関しては役すかす行為やめてっていうふうな発言。うん。うん。んでもとりあえず霊のは出すべきじゃないかなって思うので、役すかすかんのはそこまで気にせんでいいのかなというふうには思いました。一番さんに関して、役、うん、系の観点からリーチ2チ二つ挙げてほしい。うん。なるほど。うん。 まあそうですねって感じですかね。うん。うん。11で比較したときに9番さんの方がなんかちょっと緊張してたかなって感じですかね。うん。特に白いやつ黒いやつは見えてません。3番。 のプレイヤーは発言してください、はい、占い仕様ですで。8番さん、白と出ました。9番さんと1番さんの精査についてですが、9番さんの村使用し,しないでほしいっていうのは、結局、カリド使用したらそこ噛まれちゃってつまらないわけだからね。だからそういった意味で、別に出なくてもいいんじゃないかなって、まあ、出た方が強い場面も全然あるとは思うけどね、それは全然カリドさんに俺は任せていいと思うから、そういった意味で、ただ9番さんは、まあ、村側ならやっぱりこう頑張っていこうみたいな。 ごめんちょっと感動しちゃってさ、僕もうできないけどごめんね。衣装9は特に色落ちなしだよ。で2番さん何で出てるの単純にやっぱ強人で出てるって感じかな。5番さんの発言まだ聞いてないからわかんないけど、9時特にね、まだ進行論のみだから特に色落ちしないっていう感じかな。2の太鼓は強人で今のとこ見てるっていうのは言っておこう。うんで8番白だったって感じ。じゃあ4番さんに回すね。4番。 のプレイヤーは発言して9番さんから3番さんだと、まず9番さんと1番さんを比較したときに、進行論の言い方で9番さんはなんか言いづらそうに感じた、まあ、緊張してるのかもしれないけど、でも、だからそこがすごく怪しいと思った。でも、えー、っと、なんだろう、あのー、 まあ、いろんな状況がありまして、もしも9番さんがいろんな状況であったとしたら、まあ、それはありえるのかな、もしかしたら村人でも、あのーえー、と進行論が言いづらいというあのことはあるから、うんそまだ分か,らあの分からないけど、印象が悪いと思ってる、うん、1番さんの方が相対的には印象いいと思ってる。 1> 1番さんはね、で2番さんと3番さんに関しては九1は明らかに俺は9番さんの方が怪しいと思ってた。そこをフラットに見た3番さんと9番さんが緊張しているとえっ、ー、と狼を見つけようとしているのが2番さんの方がいと思っている。いいか 二が五白で、三が八白だったかな。五番。のプレイヤーは発言してください。さいうんまず占い師の。ええー、仕事を各白一把握しましたと,いうところで、えー、新メニューみたいなのは今のところ二番さんかなと思っています。えー、というのは、まあ、九番さんの、発言に対し、しっかりっとっ込めていた。まあ、いやー、なるほどって感じで、調人局のランショペアリメスが。 でもあったのかなというのが私に選利があったというところからま番さんの締めに見ているというところですね。えー、っと、霊能とかが出てきた上で占い師が何人いて霊能が何人いてっていうところで釣り位置が決まってくるゲームだと思っていますので、まあ、若干9番さんは目線が合っていなかったのかなというゲームにあ、ねうん、っていなかったのかなという印象があったので今番さんのほが見に見えるかなという感じ。えー、一音、まあ、でも純粋に緊張しているという気持ちで私は9番さんを考えています。 1四でいたときに1番三がわ割とさらっと流されていたのが若干気にはなりましたが言うほどでもないです。以上です6番 のプレイヤーは発言してください。さいはい。ええー、自分役職持ちです。ええー、怪しいなと思ったのが、えー、っと川かぶり AM4 です。あのー、なんかなんか二つ二人ぐらいあげあげろみたいなことしたじゃないですか。うん。そんなになんか。 なん,かなんか村にあのプレッシャーかけてるのかなとか思ったんで逆に、はい、そういうこと言ってればなんかブラジリアなのかなって勘違いしてるのかなってあの思ったんですけど川カブリ AM4 が自分の今回のいハイカブりじゃないのはい、えー、自分役職あります、はいえー、川カブり AM4 を釣りたいと思います7番のプレイヤーは いや俺ゲドさん黒かったけどななんか最初の発言なんか人狼引いてすごく緊張してるんじゃないかなって思ったで1番さんと9番さん比較したらもう9番さんめっちゃ黒いと思っただからそこを指摘した4番さん俺白く見てんだよねで6番さんも発言あしたけど役職しようね で、2番さん、なんか、霊能出したかったみたいだけど、えっ、ー、とね、霊能出さないメリットもあるからね。その理由言うね、まず。占い2人出たら、霊能出たら霊能護衛に行きたくなるよね、狩人ってなると、占いの護衛が薄くなっちゃうんだよね。で、うん、例えば、霊能潜伏したら、あの、狼目線、霊能も噛みたいから、乗っ取りたいから、 占いって噛みにくくなるんだよね。占い噛んだら霊能って乗っ取りもまずできないから、狼も霊能噛みたいし、占いが生存する可能性高くなるから、もし、えっ、ー、と、2番さんと3番さん、新霊能だら霊能を出さない方がいいと思うよ、うん。その視点をちょっと今後追ってってほしいかな。俺はね、まだ8番さん、 あ話してないけど俺もゲドさん投票しようかなって現状かなり濃厚ですね最初の発言があの感覚で黒かった8番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます2番さん 5番さんに3番ささんんにに3が白を把握しましまた9番さんが黒くなるっていうのは91をまず比較したときに1番さんの方がしっかり伸びてたからっていうので9番さんがどんどん落ちてってその結果9番さんが黒くなってるだけだと思うんですけどね別にかうわけじゃない確かに9番さんは別に白くはないですただ黒くもないと思ってます4番さんが9番さんに対してまあ えーまあ、仮に狼でいろんなことを考えなきゃいけない立ち位置にいたみたいな感じで言ってたんですけど9番さんは狼だとは言ってないかいろんなことを考えなきゃいけない位置にいるんじゃないかなみたいなこと言ってたけどだったら逆に役職使用すると思うんだけどなうん進行論が苦手って言ってたからだ,だったら逆に使用すると思う急が苦労ねうん 2さんに対して新郎っていう精査をしたら単体で精査していくって言っても全然間違いではないんだよな。だから47が9叩いてたところでそこに果たして。うん。いや、わかんないね俺は9一1に対して色落ちなしだと思ってる。4番さんに関しては9番的じゃないかなって思っている。言いづらそうだった。単純苦手っていうふうに言ってた。7番さんも9は怪しいって言ってたけど。 そのだろう例のが潜伏しなきゃいけえー、潜伏も利があるよっていう話に関しては納得した。ああ、そういうのもあった。うん。俺4の方が黒いと思うけどな。91に関してはやっぱ分からないね。進行論に関しては1番3の方がしっかりだと思っている以上。九番。 のプレイヤーは発言してください,ださいなんか村に全然議論が落ちてないですね。誰も僕を声が緊張してたしか言わないですね。俺もうこ、ここまでやっててさ、人道で緊張するわけねえじゃん。アホかって思ったけどね。俺、人道でもう緊張しねえわ。それ前の話ね。みんな、兄さんどう見てる俺、進路だと思ってるよ。今んとこね。だったら2番さんと2級朗々はないじゃん。だったら3級朗々じゃないっ巨人靱探せばよくない 俺みんなから皆さんさ、んさ6番さんの村で結構ね、今、動きがあったのが、僕の声が緊張してるっていうのは、まあ、皆さん目線と、まあ、そうまご自由にどうぞって感じなんですけど、6番さんの役所ですよね、7番さん、なんとも思わなかったんですか、あなたつ、あのー、次の発言で。8番さんもだけどさ、6番さんの役所をどう見るかですよ。僕も移動しない村なんで、もう、霊能も出てほしいですね。 カリは出なくていいですけど、カリは出なくていいと思ってます。レー出てください。あの、お願いですから、出てください。これ、本当に色落ちないんで、なんか俺、釣られそうなんで、多分負ける気しかしないんでね、村がなんか。まとまってない。俺が黒い、俺が黒い。相方も精査しない。兄さん、信教、進路も言わない。やばいと思ってますけど。 8番さんでが唯一まともだったかな。3番さんの2番さん、教授の気もわかんないし、1番さんのね、その役職ケアのために2度位置上げてっていうのもよくわかんない。それ、新究極のあれだと思うけど、5番さん、俺の進行論が超人気に合ってないっちうんだったら、1番さんの方だと思うけどね。ぶっちゃけ黒い人いないんですよ。みんな僕黒く見てるから、意見が一緒だから、色が落ちない。 以上かな。俺つってもいいよ。<番>あ今日あるな。プレイーが自ずスゲンしてください。なんで地釣り飲むの？うん。で、初週の九番さんに関しては別に私緊張してるなんて印象もなくて、まあ四番さんみたいに若干怪しいなっていう人もいれば、ちょっと七番さんは。 8番さんと同様、私も8番さんと意見一緒で、9番さん初心の発言って白くも黒くもないと思うんですよね。そこ、黒いと言い切った7番さん、どうなんかなと思いました、うん。若干気になるなとかなら分かるんですが、黒いと言い切った7番さん私、よく分かりません。釣り位置上げるなら、7時点4ですかね。9番さんにそこまで怪しいなとは思わなかった。でも9番さん、村だったら地釣り、飲まないでください。飲んでほしくない。 うん、私も占いに感謝、進路だと思ってますね。 この村は進路で出て,くる面出てくる可能性が高い。だから3番さんが安直に2を強で置いた人はよくわからなかった。な,なので、えー、2番さん若干新目で見てますで。5番さんに関して囲われていたら2番さん新っぽいという発言にならないと思った。でも若干気になったのは9番さん焦ってるから19だったら9の方が怪しいのかなと言いつつ、1もさらっと流したから運動、うん、なんだろう。若干ちょっとヘイトをばらまきたいんかなという印象もあったから。 うーんどうなんやろうね、よってフラットかな、5番さんに関しては、うん。8番さんに関しては意見が一緒。だから3番さんが偽だったとしても、8の囲いは私はないと思ってます。9番さんに対する見方が一緒だった8番さん。うん、釣り147で上げたい。え私、役職別にね,あのね、フルオープンになるかもしれんし、出てくるかもしれん。だから出てこんかった場合を懸念して言ったんですよ。釣り1は2本上げてほしいっていう風にね。 で6番さんに関してはその逆に理論やめてほしいんですが、逆に理論言う人、大体私、人外だと思ってますよ、6番さん役で出てるけど、本当に役職ですか、私、47で釣り上げます。2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいえー、っと、そうですね、さ番さんの発言の中で、2番さんはシンプルに強靭かなっていうふうな発言があったので、さ、うんサマさんは心境で追わせたい狼なのかなっていうふうな気はしてます、現時点では。 1>, んーで1番さんが今日の発言聞いても、9番さんを釣り位置に上げて、七番さんを釣り位置に上げたんですけど、9番さんじゃないですか、今日の発言。私釣りしてもいいですよみたいな発言して、色落ちしてないからもう役も出てきてくれていいんじゃないっていう風な発言、9番さん役ないのも透けてますよね。結局、精査に関しては、村目線に関して3級の労も追わないのかみたいな発言残して、他に対してのグレーの精査を落とさず。うーん ん9番3目線を落とせって方が無茶やからそういうふうな発言したのかもしれませんが、うーん9と7だったら9番3ついじゃないっていうふうに思いますけどね、1番さん,うーんどうかなぁ。7番さんはさ、あでもこれは言わん方がいいかな。うーんうーん7番さんの発言の中にさ、う ツリで比較したときに明らかに九番さんの方が慌ててておかしかったでしょだからそこで九一四方しっかり精査して四番さんの方が白いっていう風の、うん、精査の視点は別におかしくないと思いますけどね。うん。うん。一がそこで九をカバーのがすごいかかるかなっていうの。うん。うんそうだなー。うーん。現状今のところ釣り位置は九番さん。うん。もう役内もつけてるしね。 うん、どのぐらいかな。特に他に関してはあ<ー>、うんまこれ一割だ。まだわからんって感じですかね。はい。三番。 あれば、もう村置きするしかない、もう9のうち村ろうしかないから、で、まあ1巡目は俺も悪かった、考察伸びなかったらちょっと詰まっちゃったのは悪かった、だから4と5は俺に叩くのはもう当然だと思ってる、それは知らないと思ってるしね、ただ4は5の意見に同調して俺叩いてきたのは、カップも発生してるのかなと思った、ただ占われてもいい余裕があるの、あるただの白にも見えたし、そこは分からない。だから今日9つ、ただ9は気になったのは6のうちに霊媒置いてないんで霊媒出てほしいって、6のうが霊媒の可能性もあるわけだからね、カリード潜ってて、その可能性持ってない9はやっぱり くさいとは思ったただ、ここでもう9以外のプレイを攻めるのであれば9はもう村置きするしかないと思って、今日うするとしたら9、役職出るとしたら9以外釣ってもいいのかなと思うで、役職潜伏するのであれば6以外ね、潜伏するのであれば俺はもう9釣り一択でもいいのかな、このまま Q さんだってどこ釣り位置上げるわけでもなく、LINE がないか俺、釣らないでほしいって、黒だとしたら3以下押されてないから39黒で見てんのっていう発言しか残してないからだとしたら、うん、9ずりになっちゃうのかなとは思う。でも、対抗きょうで見た理由は単純に速い c o だったからね。 もう状況も盤面もよく分かってないから、2の1ただ今日で置いただけ。まあ、全然、ローもあると思うけど、うん、この盤面、2、1でしょ要は6の役がどっちかは分かんないけど、2、1盤面なのであれば、2は今日の方が高いのかなって思うかな。で、4に関しては、やっぱそこまで来る発言ではないんだよね。2、3の精査入って、俺、9、1の精査一切してないからね、どっちも色落ちなしで、まあ、1が9に多少殴ってたから、それも俺、触れなかったから、すごい臭くあると思う、俺も、言葉積もっちゃったのが悪かったしね。そういった意味で、4叩くのは分かる。 同調した子は気になる7の9釣りはまあ分かる気がする。9は緊張してたっていうか、俺はそこまで、うん、こんだけやってれば、別に緊張も何もないからねとは思う。だから9の言い分もある。で、これで3キロライン強く見られるのはあれだけど、もし役所を出ないのであれば、俺も9乗る。今日は釣りで。もうしゃあないなと思う。役所出るのであれば、他のグレー詰めてもいいと思って。それぐらいかな。 うーん特にねみんな俺にで見てくれてるからね俺ももう何とも言えないよ、まあ、俺の初周の発言が悪かったらこれでポイント稼げたと思うからじゃあ4番さんに回す、ね、4番のプレイヤーは発言して,発言してください はいえっと、2、三はフラットに戻りましてね、自分は、えっと。2番さんの2戦目が上がってというより、3番さんの新目が上がったかなと思いました。3番さんが俺と5番さんを叩かなかった、さらに5番さんの村要素を取ったのが、すごく新っぽいなと思いましたね。五番さんって2番さんが新目って言ったんですよね。あの過去あのもちろん、だからローロー2、号がローローまたは京老でも、なかなか難しいかな、それを言うのはって思ってて、5番さん、すごく村っぽいなって思いました。それは3番さんが言った通りです。でグレーに触れますと うーん、えー、と占い結俺、1番さんがちょっと気になってて、1番さんって最初、えー、と私は9番さんに対する考察は4番さんと一緒で、まあ、ちょっと怪しいかなぐらいに思ってましたって言って、で7番さん叩いて、じゃあじ、辞典で7番さんの狼、7番さんの辞典が4って言われたのが、うーん、なんか納得いかないなと思いました。 5番さんの発言っていうのも、俺と結構似てたと思うし、なんで5番さんに触れなかったんだろうとは思った、1番さん。うん、旧ずりはね、正直わかるけど、うん、でも結構、1番さんも、霊能じゃないの透けてるから、別に1番さんも、あのー、釣り一だと思ってる。うん。で、あとはな、うん、6番、あとですね、占い結果抜きにして8番さんが黒いかなと思ってて。 俺が黒いのは分かるけど、俺が黒いなら5番さんも黒くなんないって思ったね、8番さん目線うん。だからなんで5番さんには触れなかったんだろうって思った。うん、俺と5番さんの違いを教えてほしかったな、1あ教えてほしいなって思った、2巡目で。いいから。7番さんが白いのは分かった。7番さんが8番さん目線7番さんが白いのは分かった。俺と,、えー、と意,見のあの意見結構同じだったけど、ちゃんと7番さんの村へそうったのは分かった。うん、以上。 5番のプレイヤーは発言してください,ださい、うん、結論から申しますと、私は7か9どちらかをついたいなという考えですね。えー、キムさん緊張してえよって言ったらしますが、私は緊張していますよとか。若干私の心情をキムさん見てしまったのかもしれないなという程度のところでございます、えー。さまざまな発言でもって、えー、2周目だいぶ。 新名が上がったというか、ま新、あ、境で占いを見ているという目線は、初心か実現であったのかもしれませんが、気もなしだかもしれません、えー。私の目線と全然一緒なので、それは少し新名が上がったかなという状況です。そこまで、えー、ただ初心の段階に2番3を新名に見ているという程度の,あの発言だったつもりですが、結構よく取られるあの強く取られるなという印象が4番3からは感じました。うーん うーんまあロールを両方潜伏の場面だと思ってるんで7九どちらかを釣れば一郎が釣れるんじゃないかという風な目線が濃いのと一、まあ、番3の九の地釣りはやっぱり指摘してきたのは良かったと思います。 6番のプレイヤーは発言して,言してください。えーっと、全員9行くみたいな感じになっちゃってるから、9は人狼じゃないんじゃないんですか全員ほとんど言ってないですか、9番って。俺、あれですよ、1番だと思いますよ。俺に結構な、叩き返してきたよね、うん、なんか感情的になって。ってことは、人狼ですよ。はい。 カー,ー AM4 人類ですよなんか本当暗いね、この村。なんか葬式なんじゃないかなと思ったんですけど、すごい暗い、この村。この村じゃない。この村、うん。絶対一番人狼だ。俺,い俺も1、8だと思う。8番なんかちょっと延長しすぎだよね、焦って。うん、で、3番が巨人。1番連れ、俺は。 7番のプレイヤーは発言してくださいえっと今日1釣りだけは絶対ないよまあそれはエンディングで教えるわ5釣りだけは絶対ないえっ、ー、と今日は9釣りしかない俺強人もあると思ってるまあ人狼は薄いかもしれないけどまあワンチャン強人があると思ってるまあ人狼もありえなくもないえっ、ー、とね村顔が柱とかまずありえないから、うん、そういう意味でも強人追ってる それならもう占い囲ってると思う。4番さん白いし、1番さんはもう、えっ、ー、と、今日絶対釣り一じゃない。6番さん役職しようでしょ。なら絶対囲ってる。占いに狼出てると思う、俺は。えっ、ー、と、ゲドさん占い新郎って言ってたからね、最初。あれアピールだと思ってる。狂人アピール。で、2番さんが狼であれば狂人って残したいはずだから、 えー、すぐに9番さん釣りをしたんだよね、2番さんが。だから俺2番さん狼はないなと思ったけど、3番さんもちょっと色々9行きたくないような雰囲気出しつつも9に最終的には入れるって言ったんで、ちょっとわかんなくなったな、どっちが狼かは。だからね、ここはキーポイントは5と8の精査に今後なってくると思うよ。絶対今日1に行っちゃダメだからね。 もう今日は9り以外ないよ。わかるよね、それは。走らしてるから。8番。のプレイヤーは発言してください。さい5 8の精査になってくるのであれば23かクロス、うん、クロス占いすればいいんじゃないと思ってしまう。僕が、えー、と5番さんに触れなかったのはおかしろだからです。僕は23 5ーに関しては初心一切触れてないです。これは4番さんに対してのお答えかな。俺9は黒だ。 ででも考えてないです例のが出てなないいすすが出んよねキューバ番ーさんがもし仮に、えー、心強靭なのであれば死をしますよね、例のとかで。で位置はっきりさせますよね。しかも、さん新郎で考えてるのは余計9番させないように、えー、自分とするとは絶対ないと思うんですよね。その辺が全然違うんですよね、考え方が。 えー、やっぱこれ8人狼だな一はない三八人か。うか、ん、7もない気がするんだよあなただここまでしっかり自分の意見言えるのって村人だからだと思うんですよねオオカミやったらここまではっきり言わない気がするんですけどね九釣りしかない1は飲まないうん 考え方は全く違うかもしれないけど、7番さん白い。俺、7級は白いと思ってる。だから5番さんとは全く合わないなって思っている考え方が。だからクロス占いでもいいと思ってる。僕に対する疑いもあるし、僕は5番さんに対しては全然意見が合わないと思ってしまっているから、14から入れたいと思ってます。理由に関して7級が白いと思ってるからです。うーん。 1>, 1に関しては正直あまり色が見えないです。47で上げるのはわかるけど、9を外す理由にはなってないと思います。14から入れます。以上。投票を始めてくださいあ。ありえん、オラじゃないべ。いや、あれけどさ、村側だったら走らしちゃやばいわ。9番のプレイヤーが選ばれました。 9番のプレイヤーは発言してください。うーんー、8番さんが唯一まともかな。8番さんがまともかな。俺が狂人だったら人狼だったら絶対役で出る。てか、この村、マジでなんで霊能出ないのつか、俺、地釣りね、霊能出てって言った瞬間、俺のスムラスケるから多分俺、釣り殺されると思って、SG 1になるぐらいだったら、村に迷惑かけるぐらいだったら俺、釣られた方がいいなと思って。言っただけ。 かなで、二番さん俺釣る俺を何で持って釣るの七番さんちゃんと狂人で見て釣るって言ってくれたけど、二番さん何で持って釣るの二番さん一と七に触れてたけど、すごい違和感。二一とかあるんじゃないかと思った。二番さんがドス黒い。なんか占い師の目線じゃない。村として9は残せないのはわかるけど、俺の精査なんてどうでもいいんだよ。俺、人外で追ってる人どうかと思うけどね。<laughs> 2番さんの芯切りたいな25はない5番さんが2を芯で見てるってことから2が狂人でも人狼でもあ5が人狼でも狂人でも2には囲われてないと思ってる8番さんも同意かな8番さん黒数羅ない8番さんあって狂人だと思うけど結構1番さ3黒硬いと思っててそこ釣りをしてるからな8番さんはムラじゃないかなと思ってるこれ難しいな21とかじゃないかな21 占いしっかり言ってないのがね、4なんだよね、フラットって言ってて。興味があるのは4かな。ないな興味があるのは4か7俺は狂人で見て釣ってるからね、それはちょっとなぁって思う。2、1が濃いかな。3番さんにはクルス占い、ね、してほしくないっすね、あんま。8番さんが、<laughs> ん ?3 が8だっけそうだよね。8番さんがクルス占い、ね、飲んでることからあんましてほしくない。 あそこは任せる。二のシーンは僕の中で切った。衣装。夜が来ました。目を閉じてください。ああ、一は狩りだと思う。もう一目線、六が霊能なら、もう狼釣りたいからね。一番が狩人だから、強気に九残そうとするんだよね。 で六番も役職持ってるから一が黒いんだろうね八とこの精査だな8も若干ちょっと白くなったな9残そうっていうとこがオオカメで強人残しとくたいのかなっていうのもあったけど が来ました昨夜は誰も死にます。ナイスグッチョー4番のプレイヤーは発言ームしてください。ナイスです。えー、っと<代>できれば、守り先と、えー、もうここカリウドでていい気がするんですけどね、自分。守り先行ってそしたらもう隠しろ。 はあ,まあ、狂人あの守り先は狂人って可能性あるかもしれないですけど、隠しあ人狼ではないことが分かるので、で、俺、昨日、1番さんを、あオッ OK です、6番さん守り、ナイスです。え,えっと、で、っえっとね、俺、1番さん釣りをして、なんで9番さん入れてんのって言われるかもしれないけど、俺ね、1番さんが昨日、6番さんが、えっと、なんだっけな、えっと、6番さんが、え、本当に役職なのって言ったのが、 スンバなんじゃないかなって若干思っちゃって、だから、一番さんも別に霊能じゃないから、振もいいかな、来る要素取れてるからって思って、一番さんだったけど、それがもしかしたら、七番さん目線、霊媒式と分かったのかなって思って、ちょっと戸惑って、九番さん入れちゃいました。こうなると、占い結果、あと七一。 5番のプレイヤーは発言してください。さいな分か,かりづらいの結果でしたが、とということですね9番が白ということで、えー、両方占い師も白占いということですね。ししました8番さんが各白で、えー、番目線しかできないかもしれないけど、えー、2番さんが1番さん白ということで、2番さんは51白か、えー。ちゃうわ2番さんは85白か。3番さんが8 白,はい、白しましまたうんなんか私目線やっぱ4番さんが少し起きつつあるので4番さん黒目は他の人にあげていただきたいところで、えー、まあ一番気になってるのは2番1番さんというところとまあ、9番さんに両占いが入れているということから新居、えー、で見れた目線から新郎の目線っていうのを少しこうなきゃいけないのかなというような。 あ、目線に切り替えていきたいという、えー、気持ちでおりますので、えー、ご助力願いますっていう感じですかね。以上です。六番のプレイヤーは発言し,まし,、まあ、発言してください。はい、えー、自分はえ一、ー、番あ、一番じゃあの霊能者なんですけども、九番は村人陣営だったですね。うん。まあ強人っていう可能性もありますもんね。はい。今、え、ご、ーまあ、番さんが言ってた通りね。 4番屋さんがめちゃくちゃ怖かった、今、今さっき、うん。なんだっけ。だから1番つってんじゃん、俺は。うん、絶対来るから、1番、うん。まあ、あと9番に入れてる人はね、多分ねね、あの、の中に人狼いると思うよ。うん。あ、でも1番村なのかな、4番入でてたから、うん。どうなんだろうな。うーん。 ちょっとわかんないなぁ。どこ、次占い師、するんですかね。どっちか、占い師どっちか。七番。のプレイヤーは、発言してください。俺は正直ね、俺一番さん、狩人マークつけたんだよね。えっ、ー、とね、一番さん、狩人マークつけた理由ね。えっ、ー、と、ゲドさんがもう。 まず、狼ないよね。あらって狂人だよね。それなら1番さんはもう、狼狙いたかったと思うんだよね。1番さんがカリウドで、6番さんが霊能で出てるとしたら、1番さんカリウドなら、えっ、ー、とね、グレーを釣り寄せるんだよ。そういう意味で1番さんカリウドだと思ったけど、5番さんがカリウドってことは、俺1番さん狼は十分あると思ってる。で、9番さん結局白だったけど、俺狂人あると思ってるよ。 で、9番さんが狂人であれば、2番さん人狼なら9を釣り押さないと思ってる。なんで俺占い行くなら3番さんグレー行くならグレーじゃないけど1番さん1番が黒いことから俺3は切ってるなうん、だから俺今日3行きたいけどね。正直1番行っていい気もするけど、 もうゲゾさん、強人目があることから、もう占いから言っていいんじゃないかな。俺は今日3番入れるわ。8番、のプレイヤーは発言してください。さいえー、わかんねえな。2目線俺は黒く映ったってことかな。割とクロス占い飲んでるとこで白いっていう風にちょっと惜しくったけど、まあ隠しが出てるから、ラッキーと思ったがいか、5カカリド6例の把握しました。 7番さんが1番さんを釣りたくないと思ってたのはカリウドだと思ってたからで仮にカリウドじゃなかったら1番さんっていうのは黒くなるのかなそこの考え方が全然わからないうんええー、で3行きたいいや俺7行きたいと思ったけどね今の素直に2位3に関しては話聞いてみないとわからないです グレレなら7行きたいです以上1番のプレイヤーは発言して明確に黒要素を上げてください。なんとなく黒いじゃないですか。7番さんに関しても私が黒い理由って何ですか ?4 番さんも私が黒い理由って何ですか私は9番さんの地図り発言、人狼は,、まあ、興味はあるけど人狼はないと思った。だから47に行きたいと言いました。私の発言では9番さん、白くも黒くもない。 4番さんみたいに若干怪しいっていう人もいれば7番さんみたいにも黒いって言い切る人もいる私は9番さんからそこまで黒い要素は取れなかったことから7番さんを怪しいって言いましたでも4番さんはその自分が黒く見られる理由がわからないって私は9番さんのことを怪しく思ってなかったんですよだから思考が合わない47って言いましたうーん私の明確な黒要素を上げてほしい47に関してはなんとなく黒いじゃないですか もう6番さんないからいいけど、そういうのやめてほしいな、私もちゃんと考察してるんですよ。で、23に関して、23に関しては、進路で見てることから、9は今日もあると思ってる、うん、地釣り、飲んでたしね。で、23、どっちかに人狼で、47、どっちかに相方だと私は思ってますね、8番さん隠しろなんで。で、9番さんで気になった点ね、2番さんのニセ予想を上げるのは分かるけど、12のラインってどうやって見たのってところ。 うんだから9番さ強狂人で2番さん真に見えて2番さんの芯を落として死んでいったんかなという見方もあるんですねうんだって3番さんも9番さんずり押してましたよね結局うんだから9番さん目線23って結構フラットやったと思うんですけどなんで2だけそんな叩いて死んでいったんやろうっていうのが結構疑問だから9で強人落ちてるんじゃないかなと思ってますだから23どっちかに人狼47どっちかに相方と思ってますね うん、発言を聞いて決めますかどうやろうね。ちょっと九番さんの死に方が気になってる。2>, 2番のプレイヤーは発、発言してください、うん、昨日の時点で7、8が占い位置かなっていうふうに思ったんですよ。7番さん、明らかにしてなってない6番さんに関して役職使用すんなり飲んだじゃないですか。うん、だから7番さん役持ってなさそうだなと思ったのと、8番さんに関しては、シンプルにクロすらない飲んだ点。うんでは 8占った理由なんですけど、5番さんの発言の中で、うん、5番さんの発言、確か昨日の2週目の発言で、老ロ老ーロー潜伏版面だから、7球で一度釣れるっていう風な発言残してはるんですよね、老、う、老、ん、ローロー潜伏盤面っていうふうにおっしゃってたんで、それ強靭アピールかなっていうふうに思ってで、それでまあ、シンプルに村目線も分かりやすい8占おうと思って、8番さんは占ったんですけど、うん、3、8の囲い,いっていうのもあったからね、素人。 うんもちろん占いから言ってくれるんであれば、さんはさんなんですけど、うーん、いや、9番さんね、何で見るかみたいな発言はしよったんやけど、ごめんなさい、そこまで考えてないです。シンプルに9番さんが臭いかなっていうふうに思って9番さんを釣りをしました。うんでその一番さんの発言ね、うーん、よないんだよね、一番さん。じゃあ、一番さん村目線おかしいわ。うんだってさ、失礼。だってさ、<laughs> 昨日の発言さ、まあ、1周目の発言に関して74と視点が合わっていうふうな発言わかるんだけどさ、そこで74の釣り位置まで上げるかなっていうふうに思った。うん、結局、1番3、4番3でしょうん。分からん。村目線じゃない全然。9番3の昨日の発言と柱発言で結局、グレーに関して全然精査を落としてないんですよ。うん。47に比べて9の方が圧倒的に釣り位置じゃないですかってのが、うん、思った。 強気な発言しよるから俺も役持ちかなっていうふうに思って売らなかったんですけど、うん、ないのであれば一番さん十分くさいです、うん。その視点があった7番さんはやっぱり俺白いかなっていうふうに思ってます。うん、グレーから行くんであれば一番さん、占ないくんであれば3番さんからお願いしたいです。3番のプレイヤーは。しかったのは7番さん、九を教授に見た上で2は九を押してるからって俺も九入れてんだよね。九強教えた俺も押せてるわけじゃん。 でなんで7番さんはそれで2だけの新名を追って、俺の新名を一方的に切ったのか一番よく分かんない。で2は7怪しいと思ってて何、何 ?7 どっちなの ?2 はな怪しいと思ってはなんだかラインつなげたり切ったりよくわからないし、キューバーさんの英語で2位2戦見た上で三線で見るって言ったのは、すごくあの俺はただ村に見えた。その上で俺は1色に占ったら1残念ながら白だった。で黒の 2強だったら P が起こるから俺釣りは正直飲めない。で、2の動きと言ったら8白で確定白をここ作ってるんで、ね、この動きって強靭ではないか、俺、ローで見てる。あとすれば全然強靭潜伏もあると思ってる。九の遺言、そんなに俺黒かったかって言うと、本当にただのスムラで釣られたくなくて、九の1強靭とかあったら間違いなく逆使用してる九自身が言ったけどね、俺九自身は釣りたくなかったけども、みんなの流れで九釣りになったんなら合わせようという意味で九言ったから、九の言うとりで、9がもう人外値だったら間違いなく使をしてる。強靭であん 持っててであの位置に7は9を強で置いてるんだよね。その置き方もちょっと不自然すぎる。だから47黒の全然2強もあって、今日俺釣りをしてるのかなとも見える。だから大川瑞穂さん、正直審議ついてないけどだから、この47の投票次第だとは思ってるから、今日グレ行くか、まあ、占い行くかだけど、6がもう占い行くのは2から行ってほしい。俺、死んだからね。でグレ積めるとしたら、7黒かなり見てる。濃厚でね。結局それ以外ないから、もう俺目線74だから、5狩りで。 もう8確定資料になったわけだし、で6、0倍でしょ、だからそれだけ PP ケアしたいのがあれば、グレ詰めれば間違いなく、でもここで6がいっちゃったからね、占いランで、ここが難しいところ、正直、グレ詰めたほがこの盤面、強かったと思うよ。 まあわかんないけどね、2<ー> 1> 二の1人でローもあるだろうけど、8かけしろも出してるからね。どうだろう、9のよう、外れてるからね、1、2、黒は、そこが若干不安には持ってる。ただ、7の1、黒はかなり硬いんじゃないかな。アルトさんら2、7、黒で巨人とか隠れてるっていうケースは、もうどっちか。それか4、7、黒に強化、もうどっちか。じゃあ2からいっ 2> 投票を始めてください。いん<っ>じゃないべんやっぱ1人ローかなー。 いや一番を初日9番を黒く見るのやっぱ4視点近いんだよね五8が俺に入れてんだ8今日あんのかなこれしてくださいグレース58はグレーか俺もグレ詰めでよかったと思うよ 俺、明日 PP だったら、しゃあない。だって、6が占いとか言うから、グレー詰め面だったと思うよ。だって、58で確定しろ出てんなら、なんで占い行くって6が言ったか分からんが、まあ、6は決めてくれたんでしょでも、負けても俺のせいにはしない。俺は頑張った。俺はグレー詰め行こうって言ったから。俺もそうすべきだったと思うから、58はやっぱちゃんと分かってるね。俺もグレー詰め面 <laughs> だと思うけど、あもう9、今日予想でも27黒かじゃないと、多分 PP だから、そこだけは懸念しようとてくらいから。 頼むよ本当に。俺、本当に、新占いだから。教授のしてることを祈ってる。うん、もうそれしかないわ。じゃあ、あとはま、ま頑張ってくれ。悪かった。俺、7行くべきだったね、すなに、ごめん。行ったのが間違いだった。俺が悪かった、これは。信じて、信じるべきだった。58が有能なことを信じて俺、俺7行くべきだった。それはごめん。俺が悪い。彼に夜が来ました。目を閉じてください。 これ、1黒って出るんだろうな2がまあけど2人外でも1黒出すよね最太鼓の白だから4が1いってるから4絶対白いよな 昨夜死んだのは6番7番のプレイヤーは発言してだ,うんだろうねこれもしかしてゲドさん村で八番さん今日とかあんの うーんなんか8番さんも強人に見えてきたなぁ、投票の仕方が。俺ね、やっぱりね、普通、ゲドさん柱してるのに、柱行かずにグレーに行ける人って普通は役職なんだよね。それわかるよね。えっ、ー、とね、ゲドさん釣らなかったら役職釣られる可能性あったよね。で、そこでゲドさんに行かずに、 グレーに行くとこってもう役職名だから1番さんは絶対初日釣りたくはなかったんだけど狩人で見てたから6番さん霊能で出てけど1番の行動って役ないなら絶対ね役を釣りたいオオカミなんだよ。ゲドさんを残してグレー行って役釣られる可能性もあるし役をかめる可能性も高くなっちゃうんだよね。 だからあの行動は俺1番は役ないなら人狼あると思った。なんで1が人狼であれば3の真はないと見て俺は3に投票した。で4番さんが白いの分かるよね。えっ、ー、とね2と4が相方であれば4番さんは絶対3に入れてるからその時点で俺は4をかばってるからね初日から。えー、9が怪しく見てるのを4番さん俺白いってきっちり言ってるから。 4番さんの投票を見て4番さんが白なの分かるよね。4番さんが狼だったら、24が狼だったらあそこは3人入れてるはず。だから俺は13人狼8強人、13人狼9強人、この線で俺は追,追ってるから今日1入れるよ俺は。8番のプレイヤーは発言してください。あー昨日。 1> 1でも2入れてるよね、うん、だから2が1裏って1黒3が1白打ってる <laughs> これはまあ決め打っただから1いくっていう感じなのかな3に入てるのが267えー、俺7黒の方があると思うけどな あくまで17で比較したときだけど。え、安定取って2とかダメなの普通に無理か普通にそういう考えはダメかえー、今んとこ7いきたいんだけど、素直に。1番 役職を釣りたいとか役職を噛みたいじゃなくてこれ私は黒いところを釣りたいんですよだから9番さんの柱は私人外じゃないと思ったから47で提示したんです釣り位置をだってチャット仕様ありなんやから別に釣り位置上がったら回避できるでしょそこを黒い要素としてあげられてもな2番32世なんですよ今日絶対2番3釣ってくださいうんこれ PP ないってことは9で落ちてますね うん。もう2番さんが2000なんですよ。私27で見てる、うん。7番さんの私の黒要素の上げ方おかしいと思うんですけど、私は9番さんから白要素を拾ったから白いところは釣りたくないの。別にここチャット仕様ありやから役職なんやったらそこ回避できるでしょう。そこ黒要素として上げられてもなって思うんですけど。 うーんなんで白いとこ釣りたくないですもんだって、私は。人狼だったら、じゃあ9にヘイト集まってます。そのまま9を釣り寄せばいいんじゃないのって思ってるんですけど。私は狂人でも人狼でも9番さんないと思った。だから47で提示しました。私27で見てます。2番さん絶対入れてください。2番さんが人狼です。うん、うん 7番さんの発言おかしいと思いますけど私は黒いところ釣りたいんですよ柱下から釣るとかじゃないでしょその人から白要素を拾ったらその人は釣らなくていいんですようん役職を釣りたいとかじゃないから役職は釣れないからうん今日は絶対二番さんに入れてください2番さんが人狼です2世です私は白です 2>, 2番のプレイヤーは発言してください 一番さんの黒要素なんですけど、これまあ初日の発言の焼き直しになるんですけどね、うん、27寄ってるんですよね、一番さん。7番さんの発言って9番さんと1番さんの発言を制したときに、9番さんの方が明らかに焦ってる発言、怪しかった。ただからその視点がある4番さんは白い。うん、私は9番さんから行きたいというふうな発言ですよねで。それに対しての9番さんの返答が、うん、どこも俺黒、俺黒、俺黒ばっかで色落ちせえへん。うん。 役も出てきてきいいいんじゃないの当時もないと色見えてこうへん,、うん、俺釣りからでもいいよっていう風な発言なんですよね。うん、この発言捉えて47と々9精査したときに9の方が圧倒的に臭くないですか、うん、だから1番三役がなければそのムーブーは明らかに村目線じゃないですよっていう風な話なんですよ、うんうん。これ普通に1言ってくれたら普通に終わると思います。はいうん 仮に3強人だったとしても4・1狼とかだった場合3番さんが2位に強烈にプッシュしてるんで、俺に票集まると思います、はいうん。それもなかった、もう普通に1・3狼で八番さんの今日の発言、うーん、うーんすごい強人臭いなっていうふうに思いました。俺投票とかね、うん、昨日の時点で、ね、よくわからん発言。うん <laughs> よくわからんな。うん、これまあ、うん、これも7番さんの視点そのままなんだけど、9番さんが本当に村でああいうふうな発言しようってうんしたんかなというふうに思います。うん、普通に1つったら終わると思います。はい。うん、1番さんの相方位が3番さんしかないので、はい。1、3、狼。うん、8番さんうん、9、8、9どっちかに巨人いたんじゃないかなというふうな盤面ですね。はい。1つって終了です。4番。 のプレイヤーは発言してくださいまず1番さんが村人の時に、えっと、9番さんって強人なんですよね、ここ、えっと、6人残ってて、もしも強人が一人でたと、例えば8番さんが強人で、2番さん、7番さん、狼狼だったら確実に PP 起こってるんで、9番さんが強人なんですよね。で、えっと、2番さんが人狼、2番さんが人狼で、相方が7番さんなんですよね。 7番さんっていうのは、もう初日から強人目の高い9番さんつ、めっちゃ釣りをしてて、さらに1番さんは絶対に釣るなって言ってましたよね。なんかそれがすごく人狼っぽくないんですよね。27狼オカ人9強じんと。だから2番さん真なんじゃないかなってすごく思ってますね。うん、ちゃんと2番さんは、その1番さんで終わんないパターンもやってたけど。まあ1番さんの発言 聞いて、ちょっと投票先決めますか？五番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。そうですね。うん、昔は二番さんの新目というのをどこまで追っていくかというところなんですが、結論から。うん、まあね、ニズで安定的なところを取っていくのも割とあるんですけど、一番さんも先ほどの発言も割と白目に見えたというのが正直なところで。 うん8番の今日を追うのはちょっと私は難しいかなと思っております。うんなので、どこになるんだろう。うーんまず、あ、PP がないので、1人路が絶対三3番がローだったんでしょうか。うんであればうーん、PP がなかったであれば、7、 7番だと思うんだけどなごめんなさいこれぐらいですいやこれあれだな一ムの理由は遺、まあ、言で言うか投票を始めてください 一番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。の勝ちですええー。ゲドさん、今日じゃないんかい。二七よ。一番二に入れてる。七に入れればよかったのにな。 いやーやっぱ八も強めの動きだったねいやーこれちょっと俺考察当たってたからよかったっしょ新道札のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね